はい、おはようございます。8月26日、朝6時の相場解説、デイリーの方から見てまいります。今回も FX オリガルヒと速可塾の共通の動画になります。オリガルヒの皆さんには、先ほど1通お送りしましたんで、えー、これが2つ目ってことになりますね。はい、えー、デイリーなんですけども、まあ基本的にはね、あの、円安が進むんで、この140円の水準、こちらに向かうと思うんですよ。そのために、下落したものが、 緩やかに回復していってね、それから急速に回復して、また蛇のようにうねりながら、このような形を作っていくと私は思います。正確にこの形じゃないんですよ。こんな感じで、何回かバウンドして押し目を作って、ここを破っていくっていうことですからね。これが長期のイメージです。まあ、ここと似てますよね、だんだんね、この辺と。はい、じゃあ次4時間なんですけども、4時間では、 昨日考えていたこととちょっと違うことが起きたんで方針を変更しております。というのが、昨日と今日で、ここの水準を破っていけるぐらいの、うん、勢いが出るんじゃないかと、あの、期待はしていたんですよ。ですんでね、えー、ブレイクアウトを考えて、根っこから入る人、中盤から入る人、初心者のところから入る人っていう風に、えー、放送しました。でもここで、ちょっとね、変更します。1時間見ていきます。 方針変更です。あの結局、上の方にズガーンと行かなかったんですよ、昨日。で、今日もいきなり行くってことは考えにくいんで、やっぱりね、レンジに仕切り直します、ここで。ちょうどレンジを取るのに、いい値動きを機能してくれましたんでね。下から入っていって、なんとなく上下を繰り返しながら、 上と下の線が決まったってことですよね。そのために昨日1日が使えたっていうことにしたいと思います。ですんで、これからはレンジオプションですね。レンジオプション取るためには、この上程と過程に、だいたい60ピップスから70ピップスないときついんですよ。ね。あの、手数料で、なかなか利益が取れないってことになっちゃいますんで、私の場合は50ピップス以下だったら、もうレンジオプション取りませんね。ブレイクアウトに切り替えます。でも、今回は、じゃあ、十分とは言えませんけども、まあまあね、 まあまあ、上下の幅ありますんで、70数ピップスありますんで、レンジオプションを取っていきながら、レンジオプションっていうのは、この水準に入ったら売り、この水準に入ったら買いってことですよ。レンジオプションを取りながら、上のブレイクアウトを狙っていこうかと思います。ブレイクアウトが過ぎると、今度は、昨日の戦術に戻りますんで、ですんでね、ここにゾーンを引いて、さらなるブレイクアウト、二段構えで考えていくってことですね。えこれが、まあ、今日の戦術です。 場合によってはこの戦術を来週に持ち越すかもしれませんので、えー、ある程度ね、え長めに見ていきましょう、今回は。はい、えー、ということで、えー、本日の相場解説は以上です。グッドラックまた放送します。